10月2日といえばですね、ライジンファイティングエデレーション、ライジンランドマーク出ましたね。はい、まあ、ミクルパイセンの試合ですね。そうですよね、はい、これでもかなり世間が、はい、注目する試合にはなろうかと思うんですけど、そうですね、まあ、メインイベントですね。はい、はい、的にはどうですか、この試合のミクルさんと、はい、萩原恭平選手ですか。はい、まあ、どういう展開になるか、いろんな見方ありますよね。本当はアンダーグラウンドというか、はい、悪対悪みたいな見方もあれば、はい、まあでもただちょっとこうレベル的にはまあ違うのかなっていうのは正直感じますね、はい、打撃の質だったりとか、はいはい、萩原選手もすごい勢いあるんですけど、はい、うん、まあ、勢いで戦っているっていう感じがするんで、はい、なんかその怖さを知らないと思うんで、うんうん、でその怖さを知らないところで、まあ、ミクルさんがカウンターを入れて、まあ、倒すんじゃないかなとは思ってますし、まあ、倒さないにしろ、まあ、一方的な試合になるのかなとは思いますね。なるほど、まあ、一発当たれば分かんないですけど、まあ、格闘技のそういう怖さもありながら、そうですね、はい、うん、だから萩原選手がどんだけ研究してるかじゃないですか。でもミクルさんありきの試合になると思います。ミクルさんの出方でいろんな展開が変わっていく試合になる。なるほど、きっかけは朝倉さんが作っていく、はい、ね、ていうか、まあ、勝ってもらわないと、ね、いけないので。そうですよね、そうですね、試合終わったらもう飯行きましょうって約束はしてる。おお、無傷でね、はい、勝ってご飯をごちそうになりたいと思います。